ミッチェル・オースティン・モア・ランドは、アメリカ合衆国ミシシッピ州、モンドー郡、アモリー出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のオークランドアスレチックス所属。愛称はニバグズ。テキサス・レンジャーズ時代ミシシッピ州立大学、在学時の2007年、MLB ドラフト17巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、8月4日に契約。 2010年7月29日、故障者リスト入りしたイアン・キンズラーと入れ替わる形で、メジャーへ昇格した。シアトル・マリナーズへ移籍した、ジャスティン・スモークに代わる一塁手として、シーズン終了までに47試合に出場して打率。255、9本塁打、25打点を記録した。また、ポストシーズンでは15試合に出場し、打率。347、オプス。 900などと活躍し、チームのワールドシリーズ進出に貢献した。2011年は前半戦で校長を維持したものの後半戦で不調に陥った。134試合に出場して16本塁打を記録した。ポストシーズンでも9試合に出場したが、打率103、オプス498などと復調はしなかった。2012年は114試合の出場に止まった。 2013年には2年ぶりに規定打席に到達し、自身初となる20本塁打を記録したが、打率は232に低下した。2014年2月14日に、レンジャーズと265万ドルの1年契約に合意した。開幕後は52試合に出場していたが、6月10日に、左足首の故障で15日間の故障者リスト入りし、 7月24日に60日間の故障者リストへ移動した。52試合の出場に止まった。5月6日には初めて投手として登板して1回を無失点に抑え、球速は94マイルパーアワーを記録した。2015年は132試合に出場して2年ぶりに規定打席に達した。打率278、23本塁打、85打点という、 成績を記録、本類打数はプリンスフィルダーと並んで、チームトップ対打点はチーム2位だった。2016年は147試合に出場して、打率233、22本類が60打点、1盗塁という成績を記録した。キャリア初の2年連続20本類打以上や、通算100本類打を達成した。また、ゴールドグラブ賞を1塁手部門で受賞した。 オフに FA となった。2016年12月8日にボストンレッドソックスと1年550万ドルの契約を結んだ。2017年8月25日に2番手の投手として登板し、2安打を許すも1三振を奪い得点は許さなかった。レギュラーシーズンでは、小一類手として149試合に出場して打率246。 22本類が79打点を記録した。ポストシーズンでは2017年のアメリカンリーグディビジョンシリーズに4試合に出場し13打数で5安ダ打,打率385を残したが最終的にワールドシリーズ優勝を決めるヒューストンアストロズに敗北を喫す。オフの11月2日に FA となったが 12月18日にレッドソックスと2年1300万ドルで契約を結んだ。2018年の当初は、小一類種はハンリー・ラミレスだったが、5月25日にラミレスがディーフになったため、小一類種に復帰した。7月8日にアメリカンリーグの補欠の一類種として、オールスターに選出された。この時点で、71試合に出場し、打率、288。 出塁率358超打率525.11本塁打43打点だった。オールスター後は47試合に出場したが打率191.4本塁打と調子を崩した。レギュラーシーズンでは打率245.15本塁打68打点だった。チームは108勝54敗の成績で、 ワールドシリーズ優勝も果たし、モアランド自身にとって初のワールドシリーズ優勝を経験した。2019年オフの10月31日に FA となったが、2020年1月28日にレッドソックスと単年250万ドルで再契約を結んだ。2020年8月30日にハドソン・ポッツ、ヘイソン・ロサリオとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。 オフの11月1日に球団が延長オプションの放棄を発表したため FA となった。2021年2月23日にオークランドアスレチックスと225万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして最大25万ドルの出来高が含まれる。対左投手に弱く2017年の成績では対右投手が21本塁が オプス784なのに対し、対左投手は1本類が、オプス683となっている。ありがとうございます。